え、どうも、はるです。えー、今回は、まあ、俺がこの買った iPad mini6 に合う、俺が求めるフルガードケースの紹介していくわ。で、まあ、他の iPad 買ってるやつで、なんていうフルガードの商品紹介してるやつは、まあ、おらんわ。はっきり言って。みんな ESR か、ポートフォリオ、な、あの、この、 風呂蓋あるやん。風呂桶の蓋パカパカって。で、それでなおかつ、なんか側面守ってないとかさ、剥き出しのやつあるやん。もう俺からしたら全く理解できへんけどさ、<laughs> なんでと思って。そしたら出始めはしょうがないで。まだケースとかいっぱい出てないからさ、メーカーも手探りやん。どんなもんがええかって。まあそれはしゃあない。でもさ、もう11月とか入ってき、 来たらさもうさすがにケースも結構そこそここう出てきてるやんか全体守るやつとかあるやんでも YouTube 見る限りさこのフルカバーで囲ってたりさ何ていうの蓋なしでそのまんまのカバーつけてるやつってほとんど折れへんねんなありえへんやろっていうぐらい iPhone の時しっかりこうやってカバーつけるくせに iPad の時む,むき出しで使うやつちょっと多すぎやろと思って 理解できへんわ、正直。で、だから俺としては、まあ iPhone と同じで、もう絶対フルカバーしか買えへんねもうそれはもう決めてやんね最初からな。もう歴代何でもそう。iPhone でもそうなんやけど。で、まあ今ちょっと見せるけど、まあ俺が前紹介したやつな、これ。え、これ SE2 なんやけど、SE2 のこのケース。あの、サブケースな。サブケースのフルカバータイプ。 もうめちゃめちゃ頑丈なやつな。で、俺は、これの iPad mini6 バージョン待ってんやけど、まあおそらく見てる感じ出えへんはなかなか。多分、来年、来年のいつ頃で、いつ頃出るんかわからんけど、長い間多分出えへんと思う。もう俺 Amazon でチェックしてるけど、いつまで経っても出てけへんから、これは無理やなと思って。で、本当はこれのフルカバーをこっちにつけたいね i ミニ5は出てるね だからミニシックスも多分同じ作りで多分この全体を追ってこっちにアップルペンシル入れるスペース多分できると思うわ。まあ気になる人はサイトで見てみて。サブケース、ミニシックスケースってこれと同じやつのここにペンシルケース出てくるやつあ,あるわ。ごっつい頑丈なやつ。で、裏のデザインも全く一緒。これにあとスタンドついてるんだな、これ。で、フラットタイプのスタンドやからもうええなと思って。もう俺出たらそれ絶対買うけど。まあとりあえずしのぎとして <laughs> そのケース、このケース出るまでは、とりあえず別でなんかいいのないかなって探しとってんし。で、今、現時点、11月の時点、11月の始めの時点で、俺が見た中では、まあ、いろいろ候補あったんやけど、ベストかなと思うのが、えー、名前何やったかなムムむクカダンっていう、ん中国なんかな、多分。 名前は聞いたことないけど、デザインで、デザインと機能性で俺選んだね。まあ俺はよう言うてるけど、その革製品は嫌いなんやけど、まあ今回はちょっと目つぶって買うことにしちゃねえな。まあフェイクレザーって書いてたから、革みたいにそうなかなかボロボロになることはないやろうと思って買ったねんな。で、俺がなぜこれを買ったかっていう決めてなんやけど、全面フルカバー。全面。 ほとんどのやつってあれやろうう、この後ろだけやん。後ろだけとか俺嫌やねん。カメラ部分以外全部覆ってるやつがいやね俺はもうそのタイプ基準にしか基本買えへんからな。だから、だからこうやって枠ついてるやん。この内部フレ、内部フレームのところまでがっちりガードするやつしか俺買えへん,ん。だからこの黒のベゼルあるやん。そこもきっちりガードするやつ以外俺絶対買えへんから。だから今回これにしたねん。 フルガード。もう、このカメラ部分のレンズだけは空いてるけど、それ以外全部ガード。フルガード。だから硬いタイプしか買えへん。柔らかいタイプは絶対買えへん。で、まあ、さっき言ってたフローケータイプなんやけど、こうパカって。まあ、この形はみんなよう見てると思うわ。このマグネットでな。で、なんかこうカードケース入れるみたいなデザインになってるけど、まあ、俺こんな使えへんからどうでもいいけど、 ま、後ろがこのフェイクレザー、しぼ、しぼ加工っていうかな。まあ、これはええわ。汚れへんから。マットブラックで。で、この側面とか、全部めっちゃ硬い。触ってみたけどめっちゃ硬い。こういう、こういうのやしょ、俺求めてんの。柔らかいの絶対嫌やから。手買ってんのも。で、艶消しで、で、こうやって斜めにライン入ってて。で、スイこのスイッチ部分だけは柔らかいな。音量の。ここは、 ちゃんと押しやすくしてくれてるわ。あとは、まあくりぬきになってるわ。で、ここ、アップルペンシル入るように、水を削れてるわ。で、ライトニング部分と、と、あと、まあボリューム、あの、なんや、スピーカーが開いてるわ。まあこんな感じ。で、こ、で、外にアップルペンシル。これ、最初、皮かなと思ったんやけど、ちゃんと伸びるわ。ビヨンってゴ。ゴムになってるわ。 まあ多分使うことないけど。で、ここ段差になってて。で、ここで止この、まあ、もうこのデザインがちょっと気に入らんかったんやけどな。ここ。なんか英語でなんかばあって入なけど。<laughs> もうちょっとなんとかならんのか、このデザインと思って <laughs>。ここだけが唯一嫌やったわ。で、まあ、そんな感じで、中はハニカム構造になってるこうやって六角形の蜂の砂。まあ、みんなよう見てると思うけど。で、フルガード。めっちゃ硬い。 ま、音聞いてもらっても分かる通りめっちゃ硬い。で、側面部分はちょっと柔らかいんかなシリゴンで。まあ、多分作りとしてはこっちと一緒ちゃうか。だからこの枠は硬いけど、この側面はまあまあそこそこ柔らかくて、で、この辺は硬いねがっちりしてんねん。まあ、とりあえずこれでちょっとつけてみるわ。 え、これでいいんか合ってんかこれ,これ、多分あれじゃん。きついやつじゃん、これ、はみ込むの。サブケースと一緒で。おそらくやけど。そのために、念のためさっき10円玉用意してたけど。<laughs> いけるかこれ。え、入らんぞ。 え抜けたで。おい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 。多分これもたつくパターンやん。<laughs> これカチッってはめ込むの絶対大変やこれ。え、これどっちから入れたんやん。こっちで合ってんのかえ、入ってんのかこれ。 うわめっちゃ硬いこれ強引に入れなアガンダイブじゃんこれえー、入ってるこれ けてんのかこれいけてるこれちょっと浮いてんじゃん、えー、何やねんもう <laughs> ええー、入ってないんじゃんこれ。 上は入ってるけどさこっちも入ってないじゃん。手間かかるわ。 けてんのかあようやく全部あ <laughs> たまらんわこれもなんかちょっと <laughs> ものはいいんやけどさちょっと信頼感に欠けるわなんかはめやすさっていうのかな入れにくいわ カチッとはまったんかなと思ったけど、全然できてないから、もう何回もやり直してる。しんどいよ。で、まあ、今こんな感じではめた感じ、まあみんな見てもらってんやけど、まあこんな感じ、フルカバー。見たことないやろ、こんなケース、今まで。多分、出してんの俺ぐらいじゃん。こ、これつけてるやつ、まあおらんやろ。周りでもこれつけてるやつ、まあおらんで。もう俺も探しまくったからな、もう。寝こそぎ探したで、もう。<laughs> 1ヶ月近く <laughs>。 ケース探しまくって。だから新作出るたんびに一個ずつ一個ずつ全部チェックしていったよ。中国製のやつ。日本やなもう遅いだからもう、なかなか出えへんから。もうほとんどケースとか中国やんか。だからもうずーっと張り込み続けてさ。まあここの英語デザインはきつい。もうこれはほんま無地の方が良かったけど、まあまあここはええわ。このフルガードが欲しかったね。 これで重さ確か 200g ぐらいやったと思うんやけどまあまあ見てもらってわかる通りこのすげえ質感もう頑丈これで傷つけることなんかまず難しいからなこんな感じできっちりはまってるしで横がアップルペンシンのところがこんな感じで溝になってる、ね、でこっちが えー、タッチアイ ID のとこな。ここがきれいに切る。くり抜かれてる。で、えー、スピーカーと、あと、音量ボタンな。ボリューム。で、こっちは何もなしっていう感じまあ、これでとりあえず、立てることできますよって書いてあるから、とりあえずやってみるわ。で、閉じた感じがこう。で、ここにアップルペンシュって感じで、でこの段差のところに角度つけて、 動画見るときは立ててスタンド代わりにせえよってことで溝できてんねんな。なんか他のやつ、なんか ESR とか他のやつってもうあれやん、ここ、あれやん、フローブだな、取るやん。切れ目入って三角形にするやんか。これまっすぐやねで、こういうことやろうな。で、後ろのスタンドこれもこ、ここもマグネットついてんねん。パチャンパチャンってなるやろ。 で、ここで段差つけてお、OK、けよってことだよまあ、こんな感じで横にするとき動画見るときとか構成よっていう感じで。で、俺、指紋のこっちも認証してるから。あれ反応悪いな。ん開けへん ああ、川奥行きありすぎた、あれか。ここもうちょっと削ってくれた方が良かったな。これがあることによって指紋認証通れへんわ。あかんな。 あーカバーで反応悪いな <laughs> えあかんぞ嘘やろ これあれ切らなあかんじゃん、これ。こ、この部分切らなあかんちゃうか。ちょっと。開いてくれへんもん。ええー、なにそれ。 押し込んでるけど開けへんわうーんこれいける重たいんやけどなああかんっぽいな開いてくれへん ややっぱあれやなここのケースの削り込み部分もっと空いてくれへんかったらちゃんと指反応してくれへんわまあまあそれはま,あま,あまた調整するわまあこんな感じでまあ一応角度的に見れるよっていう感じでしょ。 でまあ横から見た感じなもうちょっと角度つけた方がいいかこんな感じでで後ろから見た感じこんな感じまあでもスタンド自体はしっかりしてるわこの溝の部分にしっかりくって噛んでるから倒れる心配はないわ まあちょっと、この辺はちょっとブサイクというか <laughs>、ビローンで出てるから、これ折られへんしな。で、これ変に内側を打ったら、ここの癖でこの皮の部分やられてしまうからな。これ,これを折り込んでしまったら <laughs>、こう、この部分がやられてしまうんだこう折り込んでるから。<laughs> やりすぎて、ここが劣化するからあんまりやめといた方がいいわ。このままで行くしかないな。 で、まあ、俺が求めてるのは、あと最後に、これで、まあ、雑誌とか漫画読むときに、立てて読みたいから、その場合どうしたらいいんかなってちょっと考えてた、ね、ああ、ここ、裏、マグネットつかんか。ああ、ね、弱いな。 無理やなついてくれんな。無理。あかんわ。ちょっとビローンってなるけど、まあまあ、もうしゃあない。で、これでスタンドな、縦方向でなんか、どっかな、マクドとか、ドトールとか、んなんやスタバとか、まあ行った時でもなんか、な、カフェとか行った時でもなんか読めるように、ここになんか、う後ろ挟んで、 これ裏の高さで読めるように。そうやな、したら。まあ、スマホ挟んだらこんな感じかな。ちょっとだけ角度つけてな。まあ、これでもやろうと思ったらいけるけど、あんまスマホ汚いたな、今 <laughs>。なんか台のところでちょっとだけ角度つけれたらいいかなという感じかな。まあ、中にはスタンドの中にもな、こう、スタンド代わりになるのもあるけど、 まあ俺としてはとりあえず今出てる中ではこれがベストかなと思ったね。まあ他にもな、中国製のでも、まあ、ここのアップルペンシルなんか挟み込むようななんか、ぼっ、ぼっこり出てるやつもあるし、でなんかもう、レバーみたいなついてるやつもあるわ。この裏面でな。この部分、この部分になんかガッツ園芸のやつでなんかレバーついてるこう、縦と横両方見れますよみたいな感じでこう、ここにダイヤって。 で、縦方向にも、なんかここ360度回転するから、それに合わせろみたいな感じで、こう、こう立てれますよみたいな。まあいろいろあるわ。みんな、よかったら見て。あん、まあ俺が正直思うのは、全面フルガードしか俺絶対買えへんから。もうここ空いてるとか、俺正直アホやなと思う。も、ま、う、あ、どうしてもあのデザインが好きやったらええで。でも俺から言わせらやあれやで。 スマホ、スマホで完全にカバー付きのガード買うやん、みんな。こう買うやん、四隅。け、あの、怪我ちゃうわ。なんかあの、傷つかんようにつけるやん。にもかかわらず、なんで iPad だけここ剥き出しやねん俺正直アホちゃうと思うんだよ。スマートフォンリアとかさ、剥き出しやん、あれ。絶対傷つくであれ。ですもう結果わかるやん、んな傷つくの。いくら大事に使ってでもさ。 そら、家の中で使っててさ、もう机の上から一本持ち出せへんやったらええで。でも、ミニとか大体外持って行ったりするやん。まあ家の中でもそうやけど、多少移動するやん。ほんじゃ絶対こんなとこガードなかったらそら傷つくよ。当たり前やん。そら、この方向だけしか使えへんかったらええで、こうやって。でも、大体ああいうタイプって絶対スタンドタイプやん。ほんじゃパターンとかなんか、 こけたりとかさ、なんか角ガーンぶつかったりするやん、知らんまに。そら、この裏表だけはええで。でも、側面ガラッキとか俺からしたら考えられへん,んなんでスマホのカバードキとか全部カバー、フルガードのやつみんな買うのにさ、まあ、正面は知らないけどな。側面ガードとか買うのにさ、なんで iPad の時だっけここ剥き出しね使うのにって。<laughs> しかも、ほとんどの YouTube のやつって、ここ、むき出しのやつ買ってるやん。おすすめやで、とか。おかしいやろ、で。<laughs> あんだけいっぱい人数おるんやったら、一人が何人かぐらい普通、俺みたいにフルガードのやつ買うなは絶対おるはずやん。みんな ESR かあるやん。スマートフォリオばっかり説明するやんか。ありえへんやろ、そんな。絶対フルカバー選ぶやつおってもおかしないやろ。俺、そこが理解できへんなんか提供受けてんか知らんけどさ。 まあ、ESR はいいの分かるで。俺が ESR でいいと思ったのは、この、この、フローケタイプで、ここマグネットで外せるやつ。分離して。だから、こう、縦と横にできるタイプ。なんか、ここマグネットついてんねんな。バーで。で、取り外しできんねんな。あ、あれは実用的や、思ったわ。パカーンって外して。で、普段はこう、片手で読んで。で、読み終わったら、後ろにマグネットつけて、パタンって。で、なんていうの 動画見るときと漫画見るときで縦横二つに分けれるって、ああれは実用的やなと思ってで、マグネットはこうなってるけど、こっち向きにもスタンド立てれるから、マグネットのちょっとの部分を利用してね端、端っこだけマグネットつけてこうやってな、三角状態ポンって。あれはやなと思ってあれは実用的やなと思って。で、後ろすりガラスなってるやん。で、他のやつってさ、すりガラスなってないやん。もうなんかもう透明っていうか、クリアパーツでさ、 光とかめっちゃ反射して、傷とかめっちゃ目立つやん。あれやめてほしいな。他のメーカーも ESR みたいにさ、もうすりガラス状にしてほしいな。あれやったら汚れも指紋も目立てへんから実用的やなと思うあれは賢いなと思う。すりガラスにしてんの ESR だけやからな。後のメーカー全部クリアやん。めちゃめちゃ光も反射するし、指紋もつくし、傷も目立つし。なん、なんでわざわざリンゴマーク見せるんやろな。<laughs> <laughs> 誰もそんな求めてないやろ、と思店見せんでええから、もうフルガードにせえやと思うんだよ。ほとんどないやん、メーカー。これ、このメーカーぐらいちゃう。今、俺が見てる中で。こういう上カバーで、後ろもフルガードで。なおかつ中もフルガードやからな。で、全面折ってるやん。なんか他のやつここ切れてたりさ、ここ何にもなかったりとかやん。ああいうの嫌やし。俺が買うんやったら絶対フルガード。 このベゼルの部分をちゃんとガードしてくれて、で、カメラ部分だけ切り抜いてるってもう、これがベストかなと思うわ。まあみんないろんなメーカーな好きなのあるとは思うけど、買うんやったら絶対フルガードの方がええで。もうこれやったらフィルム貼らんでええから。まなあ、の、剥き出しでな <laughs> 使うやつおるやん。フィルムだけ貼ってさ、裸の方がいいって言って。<laughs> 理解できへんわ。<laughs> ああいう奴らってな、何なんなん絶対に落とせへん自信あんの <laughs> スマホでも落とすくせにさ、iPad 落とせへんとか、そんな保証どこにあるんと思って。むしろ余計気使うやろ、画面でかいのに。あその辺、何考えてるか分かれへんわ、他のやつは <laughs>。あの、重布団スタンドとかさ、まあまあ、使い勝手分かるけどさ、縦でも横でもできるって。でも、側面あ、丸出しやで。全く理解できへんわ。 だからあれやねん。車と一緒やし。自分が安全運転しててもさ、アホがぶつけてくるやろ。だから防ぎようがないやし。自分がいかにどんなに綺麗にしようとしててもさ、まあカフェとかでもええよ。こうやって机のとこパッと置いてさ、傷つかんように置いててもさ、こうやって隣の席と歩いてくるやつがここガーンってぶつかったらもう落ちることもあるやん。そうなった時もガッチャン落ちてまうやん。 もうそうなったらどうしようもないで。だから自分がどんなに一生懸命きれいにガードしてでもさ、アホにぶつけられたらもう落と,落とすやん。iPhone とかでもそうやけどさ、スマホも。だからそうならんようにできるだけ、もしそういう場面にあった場合でも、傷つかんようにフルガードにしといたほうがいいそれは正面はさ、こう、落ちた時は防げるよ。でも、ここは防がれへんやん。で、大体落ちる時って角から落ちるやん。 あんまりこう、こうは落ちんやん。だいたいタブレット正面に向けてんやからさ、落ちるときってこう落ちるやん。ほんでやっぱり側面ぶつかってからここぶつかるやん。まあ運が良かったらな、正面の傷だけで済むけどさ、でもだいたい側面から落ちるやん。だからやっぱりフルガードしといた方がええで。スマホにしろ、タブレットにしろ。 まあそんな感じで、もし、まあ、あとな、2、3ヶ月経ったら、もっといいカバーとか出てくるかもしれんけど、まあ俺はとりあえず、サップケースのフルカバー出るまでのつなぎとしてこれ使ってるわ。まあもしよかったらみんな見てみて。ということで今回は、えー、ミニシックスの、えー、ハードケース、フルカバーケースの紹介でした。えー、ね、あ、値段言うの忘れてた。値段確か、3300円やったかな。11月現代。 現在まあよかったら見てみて。ということで今日はここまで。バイバイ。